どうも埼玉支部ハロー中です。本蔵です。今日も、はい、ハロプロ関係の動画なんですよね。はい、ですね、先日ロッテ対西武の試合を、ちょっと野球の試合を見に行きまして、はい、まあ、試合ロッテは、試合に残念ながら負けてはしまいましたが、ちょっとあることに気づきまして、ちょっと今日は、はい、今日はちょっとそれをやってみたいと思っております。ちなみに何に気づかれたんですか？はい、ですね、試合終了後どうしてもですね、西武ライオンズの外崎選手の応援歌が頭から離れなくなりまして、うん、ずっと脳内で繰り返し流れております。なので、それを何かに使えないかということで、今回ジュースジュースのメンバー紹介に使いたいと思います。なるほどですね。まあ、ちょっと試しにやってみますので聞いてみてください。聞いてください。じゃあそれでは歌います。駆け上がれ夢の舞台へ、無我夢中に走れ、早く見てみたいな、夢中になれる君、行くぞ前進、その先へと、その先シュート、この先シュート、この先シュート。先ほどお聞きいただいた外崎選手の応援歌を、今度はジュースジュースの金沢智子さんバージョンに置き換えて歌いたいと思います。埼玉出身セクシー担当、ジュースジュースの新リーダー、ヘアアイロン230度、別名ボーグローズクォーツ、金沢智子、金沢智子、金沢智子。いかがでしたでしょうか。これで皆さんも金沢智子さんの特徴を知れたと思います。まあ、今後機会がありましたら他のメンバーの応援歌変えてみたりしてみたいと思います。楽しみですね。出るかは分かりませんが、ご清聴ありがとうございました。